京都の花街祇園では始業式が行われ、かんざしに黒紋付きのあでやかないでたちで集まった舞妓さんや芸妓さんらが新年の挨拶を交わしました。成人生として、あと下の子のお手本になれるような舞妓さんになれるように頑張ります。一方、兵庫県養父市では新春恒例の書き初め会が開かれ、西暦に合わせて作られた横幅2023センチの半紙に参加者らが夢や今年の抱負を書きました。上手に書けました？書けた。出来上がった書き初めは地元の市民センターで展示されます。